はい、四間飛車対策をご紹介します。初手76に、こちら居飛車側は8四歩と突きます。で、6六歩とする手に、8五歩と、続いて7七角と受けてくる手に、3四歩とついて、で、6八飛車で、四間飛車ですね。で、この場合は四間飛車を明示しているので、4二玉と上がります。飛車振り飛車を保留している場合は、6二銀とか、指すのがいいかなと思います。で、4八玉で、6二銀と上がって、相手もいろいろあるんですけれども、3八玉とか、3八銀、5八金、7八銀、いろいろありますね。3八銀と上がってくる、手に、5四歩とついて、で、玉が囲ってくる、手に5二金で、7八銀で、3二玉と寄って、玉が2八に上がると美濃囲いいですね。で、3三角で大振り持久戦、舟囲いから大振り持久戦になって、1六歩に1四歩と突き返して、3六歩に、3六歩の場合は4二角がありますね。5八金と上がってくる手に、2二玉と囲って、3六歩に、1二香で穴熊ですね。で、3七桂と跳ねてくる、手に1二玉と入って、速攻で仕掛けてくる場合を見ていこうかなと思います。
まあ6五歩と続いてくる手はまあいろいろありますね。4二金、7七角成に2二銀、まあ2二銀と上がって、で、まあもし角交換をしてくる、では同銀と取って、まあ銀が上がってくる。で222銀と引きます。で相手がどうしてくるかですけれども、まあ攻めてくる場合は同と取って同飛車なら7八角ですね。で、まあ角を打ってくる。では同角成。に同歩で、もう一度角を打って。角を合わせてくる。ではこれも取って、まあ、同飛車なら角打ちですね。まあ、同金にもう一度角を打って、まあ、これで桂取りが受からないか、まあ、9八角はあるんですけれども、まあ、角を鳴っといて、まあ相手が歩しか持っていないのでこちらが、優勢になります。まああとは4五角と打ってくるのは同角成同桂で、この場合は5五角がありますね。で調整になります。攻めてくるのはこのタイミングだと難しいかなと思います。まあ4六と突いてくる手に、まあ、5三銀と受けておいて、まあ、4七金に、まあ、3一金寄りたいんですけれど、まあ、ソフトは7四歩と打ってますね。まあ桂馬を跳ねてくるのは引いておいて、まあ大丈夫そうですね。まあ端歩なら3一金と寄って、これは穴熊ができてるので指しやすいかなと思います。今回は、この辺にしておこうかなと思います。また次回以降いろいろ変化を見ていこうと思いますので、よければ高評価チャンネル登録お願いします。では。